なんかな、後ろがいつもガチャガチャなってて、それが嫌なよな。皆さんこんばんは、みくです。今日はですね、もっと早い時間に動画を撮ったんですけど、おそらくそれはまた後日上がると思うんですけど、今日はね、ちょっと台風が来るということで家にいてたんやけど、なんか全然その気配もなく、ちょっと涼しいなぐらいで、雨も止んでて、もうお腹空いてたんで買ってきた焼き鳥食べます。もうすっかり夜なんですけど、もう9時半とかなんやけど、お腹空いちゃって、変な時間に食べたからお腹空いちゃって、はい、ちょっと食べようかなと思ってます。大丈夫？そんな日に大丈夫。あ、そっか、それこれそんな温めんでいいんか。ミスターネギマ、あ、ちょっとチューハイのみたいな。動画撮ってる今、8月31日で、夏最後の日なんですよ。だからちょっと、屋台みたいに、無理振りやけど、屋台の、焼き鳥みたいな感じで、いただきます。あ、うまっ。うまい。今な、ドンキー行ってきて、ちょっと購入品紹介したいと思います。Hello! 突然の、購入品紹介。まずおしゃれ着洗剤、めちゃくちゃ生活感突然一発目がめちゃくちゃ生活感出たもの、はい、おしゃれ着洗剤ですね。はい、そしてフェイスタオル。私は顔洗った後にタオルじゃなくて、こういうフェイスタオルで拭いてます。もう1年以上それなんやけど、なんかそれにしてから肌荒れとかが減ったような気がします。気がするだけかもしれんけど、でも清潔な状態でいたいやんか。だからタオルって雑菌がって言うから、私は直接こう顔を拭くのはフェイスタオルを長らく使っております。そして、はい、歯ブラシ。ドンキの歯ブラシが好きで、なんでかっていうと、ポイントはね、まず一番のポイントはこのブラシと舌磨きがついてるね。これがありがたいのと、あと山切りカットね山切りカット見えますか？この山切りカットになってるんですね。はい、これが推しポイントと、なんて言っても値段がしかも安いの、50何円とかで、こんな高機能なのに。はい、で私は柔らかめをいつも選んで、できるだけピンクを選びます。ただ今日ピンクは3本しかなかったんで、はい、黄色も入ってます。そしてネギマを食べます。おいしい、うまい。そして水飲むわ。はい、次フェイスパックです。これは私のもう一押しのパックです。最近は基本コットンに化粧水バババってこうバシャバシャってやってずっとつけてるねんな。でも、なんか、外出た時、旅行とか行く時とか、実家帰る時とかは、これを持ち歩きたいなっていうので、ちょっと久しぶりに買いました、パック。でも、そのパックの中でも私は、なんかお気に入りの何個かあって、その中でも私は最近はもうこれを見つけたらいつも買ってます。大好きです。なぜいいかというと、全部紹介しようね。これは、薄いシートやねんな。で、つけた時に、なんかこう、もう気持ちいいねんか。パックの中でも、なんかその、なんていうの、分厚さ、シートの分厚さが私気になるものがあるねん。分厚すぎたらちょっと嫌やねんな。で、これはめっちゃ薄くって、で、ひたひたで、そう、なんか物によっちゃな、ひたひた感がないやつもあんねん。しっとり感、つけた瞬間にしっとり感もそんなないやつとかあんねんけど、これはそんなことなくて、しっかりしっとりしてて、こうピタッとくっついてくれるもので、なんて言っても、ハリ、ツヤ、くすみ、透明感も欲しいんで、はい、これですね。私、アットパックでよく見るのは、アルコールフリーだったり、シリコンフリー、グリセリンフリー、パラベンフリーとか、そういうのを、肌がね、私弱くて、あんまりこう刺激の強いものだと負けてしまうんで、ちょっとこういうものを選びます。そして、ヒロインメイクの、アイライナーで、これね、私、アイライナーがめちゃくちゃ消えやすくって、すぐ、なんか、笑ったりしたら、目尻なくなっちゃって、あと、風を、こう、バーって浴びた時とかに涙が出やすくって、その時に、すごい取れちゃうねん。で、
まあ、今日はなこうやって弾いてて取れてないんやけど、まあそんな多分笑ってないっていうかそんな喋ってないからやと思うねんか、家にいたからな。そうやけどなんか取れやすいねんな。だからちょっと今回は初めて取れにくいと評判のヒロインメイクで、私はブラウンブラックにしました。そしてこれもヒロインメイクの今度はマスカラを買いたくて、それで今リムーバーがついてて、これ普通このマスカラだけで1200円で、こっちは850円とかなんやけど、2つで1400円でした。お買い得です。はい、ドンキ限定かな、知らんけど、ドンキ限定ではないか。はい、お得だったんで、数量限定で、でこれもマスカラリムーバーもめちゃくちゃ有名というか、みんなほんまになんかみんな持ってるやつで、私も気になってたんでちょっと買ってみました。マスカラ結構バッサリ塗るタイプなんで、はい、これで可愛くしたいと思いますコメントが浅い。そして次、じゃん、可愛い可愛いマイメロちゃんのブラシです。もう私ずっと同じやつ、フランフランのやつ使ってたんですけど、ヒョウ柄のやつな、それめっちゃ可愛いんやけど、もうだいぶ5年以上は使ってて、なんかちょっとだいぶハゲ出て、毛もめっちゃ絡まってみたいになってるんで、新しく買いました。うん、この形が欲しかったね。今使ってるのもこういう形で可愛い。もうな、私こういうのでなテンション上がんね、いつまでも子供やから少女やからさ、ほんまにこんなんでテンション上がる。だから小物なんか普段持ち歩いてるのとかも、マイメロちゃんとかさ、フーさんとかさ、こうキャラクターものを結構カバンの中にポーチとかな入れたりしてんねんけど、テンション上がんねんそれが。はい、ということで毎日に可愛いを追加しました。ありがとうございます。そしてこれはまあ紹介するわけでもないんだけど、今度友達と遊ぶときに友達の子供にあげるお菓子を買いました。はい、もし食べへんとても私が食べるんで任せてください。はい、以上です。購入品は美味しいよ。でも今日、焼き鳥分かっちゃったけど、お菓子は我慢したっていうか、買う気にそんなならへんかった。最近なちょいちょいお菓子食べちゃってて、でもなんかやっぱ肌も荒れるのも嫌やし、まあ、そもそも太るのも嫌やしっていうので、はい、買いませんでしたとか言いながらな、今からちょっとお菓子作ろうかなとか思ってんね。なんならこのお友達の子供に買ったお菓子ちょっと食べたくなってるもんな。何食べたくなってんのかいってな。でなんかあやねん、スーパーとか行ったらなドンキとかでもお菓子めっちゃ並んでるやん。並びすぎていらんくなんねん、わかるこれ、並べすぎほんまになんか選べへんやん、そんな。私めっちゃ悩んじゃうタイプでさ、なんかそういうお菓子とか、そうだからもういいやってなっちゃうねん。あでこれとかもそのヒロインメイクもな、めっちゃ種類あんねんか、めっちゃ時間かかった選ぶの。ある程度調べていってんけど、思った以上に種類いっぱいありすぎてめっちゃ時間かかった。多分1時間ぐらい見てたかもしれん。はい、時間の使い方が下手くそなんで、私ほんまこんなんで時間めっちゃかけてしまいます。あ、ちょっと久しぶりにコメント返しをしよう。コメント返しというか、なんというかっていう感じなんやけど、まあ、基本なかなか返せないので、こういうところでちょこちょこ見ていけたらなっていうので、見ていきましょう。これはだいぶ過去の動画なんですけど、2年前にあげた、A ちゃんの Yes My Love のコメントでね、今年も矢沢の日がやってきたね。 A ちゃんは不滅です。ミクチャンネルも永久です。あ、じミクチャンネルも永遠です。イエイということで、ありがとうございます。動画撮ってるのが今日8月31日なんで、昨日が矢沢の日でした。おめでとうございますでもないな、矢沢の日でした。はい、で特にね今年はね何もあげなかったんですよ、矢沢の日やからといって。まあ最近今まではあげてたんかな、去年時間よ止まりあげたんか。で
前の年とかはなんかあげたかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、今年は何もなくね、終わっちゃったんですけど、でも毎年恒例で A ちゃんを感じて過ごしたいということで、A ちゃんの T シャツを着て仕事に行ってまいりました。はい、それだけは欠かせません。はい、皆さんはどんな矢沢の日を過ごしたでしょうか。はい、そしてぼっちという現実に飽きた33歳独身女の夏休みへのコメント、毎度、お盆休みは楽しめたみたいやな。実家が楽しいても一人が好きでもかまへんやん。楽しみは人それぞれ。ええな、この関西弁スムーズに読めたわ。かまへんやんって。ほんまにその通り。私動画でな、この動画の中で一人が飽きたっていう話をしてて、もうさすがにこんなにずっと独身でさすがに飽きたでみたいな、あ、またリップ塗り直すの忘れた、んで飽きたでって言っててんけど、正直楽しかったら別にそれは全然いいねって私もそれは思うし、なんかせやねん、楽しみ方とかその幸せのあり方とか価値観とかほんまに人それぞれでいいし、ただその瞬間に感じたこととか私動画で喋るから、その楽しくないっていう風に聞こえたりもするかもしれんねんけど、そういうわけではなく、なんかもうそろそろいいんじゃないですか、一人じゃなくてもみたいな感じでいたりしてます。はい、家族と過ごす時と一人でいる時の顔が違います。それは二面性やなくて安心感の度合いだと思います。みくちゃんの彼氏は家族と過ごす時の顔になれるパートナーじゃないとダメ、手が許しません。かっこ何二目線バク。はい、ありがとうございます。これ読んだ時にすごいと思って、そんな感じで顔が違うように見えるんやと思って、確かに家族といる時って絶対的に心許してるというか、何のガードもないというかさ、だからこそそういう風に映るんかと思ったら、なんか人間って面白いよな、やっぱ人によってさ少なからずやっぱ変わっちゃうやん、人対人で。家族と同じように誰でも接することができるかって言ったらそうではないからさ、そう面白いなと思ってこれ読んで、はい、家族と過ごす時の顔になれるパートナーじゃないとダメってか許しませんって、ほんまその通り。もう私もう安心感がないともう無理やからさ、ほんまその通り。次行きましょう。ありがとうございます。ミクさんめっちゃモテそうなのに彼氏いないという不思議、ありがとうございます。でもね、なんやろ、モテるって なんやろなって思わへん。モテるの定義とはみたいな、思わへん。モテるっていうのは告白をめちゃくちゃされるっていうことやと私は思ってんねんな。それで言うと全然やねんか私、ほんまにびっくりするぐらい。そう、でもなんか可愛いって思われてることがモテるとかになってきたら、またさ、みんな可愛いってありがたいことに言ってくれるから、それはモテるに入るんかもしれんけど、モテるって正直可愛いって言われるだけでモテるとは違うよな。だからな、モテないんです私。だから不思議でもなんでもないんですよ。はい、でも嬉しい、ありがとうございます。サマーナイトタウンモーニング娘へのコメント、あーみくさん、サマーナイトタウン大好きな曲です。みくさん、どうにかして土曜日って曲わかります？俺すごい好きな曲なのでぜひやってほしいです、ぜひよろしくです。もうこのコメントを出す瞬間さ、マニアックなんしてんなと思って、どうにかして土曜日やんな、合ってる音程、どうにかして土曜日会いたいけれど、やったっけ、多分おそらく音源がないと思うのでここで歌っておきました。合ってるやんな、どうにかして土曜日って言ってもな、どうにかして土曜日会いたいけれど、ちゃんちゃんちゃらちゃんちゃんちゃらランラン、歌詞忘れた。はい、これちょっと面白い、これあえて反応するわ。失敗しすぎてアイテムばっか手に入れる33歳独身女の7月 Vlog、 笑ってしまってるわ。お前誰やねん。私このコメント見る瞬間笑ってしまったわ。お前が誰やねんでな、この人のアイコンがな、なんかな、口から口臭が漂ってるみたいな感じやねんか。だから多分この人いろんな人にこういうアンチコメントをこうファーって出してる、汚いものを出してる
ていうアイコンなんかって自らこう手を挙げてる感じかなって思って、でしかも、まあ、お前誰やねんっていうのはその通りやねんな、お前誰やねんってかやねんな、もちろんそれはわかんねん。でもそれ言い出したらこの人めっちゃ忙しくなるなと思って、世の中 YouTuber ってめちゃくちゃいっぱいいて、お前誰やねん YouTuber なんか死ぬほどいるわけやんか。忙しいですよこの人でこれはさすがに笑ってしまった。お前誰やねんって、お前が誰やねんみたいな。はい、たまにこういうねちょっと面白いのが入ってきます。失敗にも意味があるんだよね。私も失敗ばかりでアイテムばっかり手に入りまくりなんですが、使い道は…てんてんてんですよね。このコメント、この動画の中で言ってて、失敗ばっかりする人生なんですね私。失敗だらけの人生で、でも失敗するからこそ得るものがあって、アイテムをゲットできて、その分失敗した分でもそれを活かせれないとなみたいな。例えば恋愛とかで失敗ばっかりするけど、そのたんびにアイテムをゲットして、でもそれを使わず溜め込んでるみたいな言い回しを多分しててんけど、だからね、お互い頑張ってね、アイテム使いましょう。溜め込んでてもね、人生何があるか分かんないんでね、使っていきましょう、じゃんじゃん。霞ゆく空背にして、ジャヌダルクのカバーへのコメント、パ行の歌い方から安愛を感じる。そうなんです多分これ私な、他の視聴者さんにも言われたことあって、パ行がザ・ティ・ツ・ゼ・ソって歌っちゃうねん。でこれはわざとしてるんじゃなくて勝手になっちゃうねんな。でこれな、動画のその歌の編集をしてる時に「ザ・ティ・ツ・ゼ・ソ」がすごくって、何これって思うぐらい「ザ・ティ・ツ・ゼ・ソ」の時とかあんねん。それ自分的には嫌やなって思ったりすんねんけど、でもそれがいいと褒めてくれる人がいたりして、で自分はこうなってしまうのって絶対「安」から来てんねん、メインは「安」とか、あとワンズとか、そこから来てて、サーティーツーゼーツを、これやったら、霞ゆく空線にして、僕はもう振り返らない、二度と会えないと知っても、は普通か、君と会え、そんな言ってない、君と会えた、そんなちゃうか、君と会えた、そんな歌ってないな。でもな、ほんまひどい時あんねん、サーティーツーゼーツを言ってんな、みたいな。はい、でも、まあ勝手に出ちゃうんで、安さま仕込みなんで、もうそれは仕方がないです。はい、褒めてもらえたりもするんで、これでいこうかなと思ってます。ミクさん、こんばんは。こんばんは。可愛らしい女性の歌声の時も素敵で、色っぽい力強い歌声も素敵ですね。過去歌から少しずつ拝見させていただいてます。ありがとうございます。すでにメロメロです。ありがとうございます。今日もありがとうございました。こちらこそありがとうございます。可愛いです。ありがとうございます。ありがとうが溢れ返りました。なんやろな、歌によってやっぱり声の出方とかが変わるんですよね。ジャンヌとかやと結構勢いのある歌い方とかが多かったりするし、それこそ32節をってこう勢いよく出ちゃったりもするし、だけどなんか女性の曲とかになったらもっと声が薄く出るとかこう変わったりもするし、でもなんかな、最近声がうまいこと出なくて、なんかもうちょっと歌ってみたは止まっちゃってるんですけど、また気分が乗れば、声が乗ればいつか歌ってみた動画も上げたいと思っております。過去の動画見てくれて嬉しいです。ありがとうございます。もっと見てくださいよろしくお願いします。矢沢永吉、実家に眠っていたお宝発掘、矢沢マインドでハッピーラッキーピースピース人生、すっごいタイトルやな。へのコメント、ファンクラブエキサイティングクラブ入会してました。抱かれたいもう一度 T シャツはオリジナル作成ですが、かっこいいです。これね、ファンの方からのいただき物なんですよ。この T シャツなんですけど、私この A ちゃんが一番好きで、おそらくそれを分かってて作ってくださったんだと思うんですけど、超お気に入りでかっこいいでしょう。はい、ファンの方からいただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日はそんな感じでコメント紹介でした。コメント紹介、コメント返事、コメント紹介でした。
皆さんいつもありがとうございます。ほんまに嬉しいのと、あとシンプルに楽しませてもらってます。みんなのコメントで笑ってしまったりとか、なんかフフフってなるねみんなからのコメントで、ほんでなんかもう幸せな気持ちになってさ、こうなんか笑ってさあとはこう応援のメッセージとか、もうシンプルに可愛いねとか、いい歌声だねとか、なんかそういう風にさ言ってもらえて、なんかフフフって私にこう笑みをくださる皆さんの言葉が私は大好きです。みんなのコメント言葉はめちゃくちゃ生きてるので、だからなんかそのコメントしてくれる人の文字から雰囲気がわかるんですよ。それは顔がわかるとかじゃなくて、その人の漂わせてる空気感というか、なんかこの人ほんまに柔らかい人やなとか、この人ほんまに明るい人やな、元気な人やなとか、なんかアンチとかやったらこの人ほんまかわいそうな人生過ごしてんやろなとか、なんかその人の生き様って言ったら大げさやけど、その文字から浮き出てくるなんか雰囲気っていうのがあって、人ってほんまに果てしなく何パターンもあって、ほんまに同じ人っておらんなって、なんか改めてコメントとか見てて思うね。そうだから、なんか広い心で入れるじゃないけど、なんかいろんな人がいるなっていうのを YouTube 通してめっちゃ思うからさ、だから簡単に人のこと否定したりとかはできないっていう感じなんやけど、まあなんかほんまひどすぎたらブロックとかするけど、いろんな人がいるなっていうのをなんか思う、ほんまコメント見てて。同じ人がいない、当たり前やけど当たり前やけど、なんかみんなのそれぞれの色があって面白いなって思う。以上ですはい、変な終わり方したけど、はい、以上です。ということで、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画がいいなと思っていただけたらグッドボタン、そして、コメントもぜひ お待ちしております。みんなのコメントでフフフっていつもなってるんで私のフフフをちょっと増やしていただけると嬉しいなと思います。はい、そして、毎日ブログを書いてますんで、そのリンクは概要欄に貼ってますので、ぜひ見てください。今日のブログまだ書いてない、私やばい、忘れてた。10時、もう夜の10時やね、今から書くわ。はい、ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いつもありがとう。バイバーイ。